ゆうじろうチャンネル、今日のお題は自分の色って認識していますか？色、それは、まあ、色ってなんかな、わしは色という表現の仕方をするんだけど、うわこいつ色が濃いわとか、色薄いなとか、はあ、はあ、はあ、薄い濃い、うん、わかる。お前も人を見てこう色がわかるから、なんかその人の持ってる色みたいなのは、いや別に何かが見えるとかじゃないですよ、オーラが見えるとかじゃないですけど、なんとなくはあります。わし何色の？ブルー。なんかのめちゃくちゃそういうオーラが見える人がブルーじゃないですか。すごいブルーな話、すごい爽やかじゃん。オーラはブルーです。いやなんか水色っていうか青ですね、本当のあの絵の具の青。わしはお前はグレーネズミ色そのあえてなんかこう、いやグレー言ったらなんかすごいいい、そうそうそう、グレーをイメージ、あえて悪い感じで言う、ネズミ色。私オレンジって言われますよ、黄色とオレンジって。ネズミ色だけど、それはあれよ、またあの表でオレンジ言って裏でネズミ色って言われる。なんかでも色にはね、いろいろ意味があるみたいなんでね。そうだから今日はね、はい、この自分の色というのをテーマにやってみたいと思うので、今日はこのテーマで、はい、行ってみよう。はい、こんにちは、井田坂裕次郎です。こんにちは、立川奈子です。まあね、自分の色を認識していますかっていうのは、はい、まあ相手を見た時に、まあ大なり小なりみんな感じるんだと思うんよ。まあ、それを色で見るのか何で見るのかだけど、パッと会った時に、うわこの人なんかすごい威圧感があるとか。あ、それはありますよね。うん、だけどその威圧感があるっていうのをちょっとオーラっていうものにするんだったら、はいはい、すっごいオーラを放っとったとか、なるじゃん。だけどそれなんとなくみんな見えとることは見えとると思うんだけど、そうですね。そうじゃなくて今日言いたいのは、自分の色を分かっとるかっていうことよ。自分がどんな色を放っとるかを分かっとるかって、人に対してじゃなくもう自分自身ですね。まあ、で自分が人に対してどんな色で見られてるかっていうをやっぱり理解しとるかっていうことなんです。例えば、分かりやすく言うと、まあ、今回ね総理大臣出ませんって言った菅総理とか、菅さんを見てどんなイメージに見えた？菅さん、うん、菅さん今も淡い色、なんかこう日本を良くしてくれそうな色に見えるか、そういうなんかあのエネルギッシュな色は今は感じないですね、申し訳ないですって考えると、わし安倍さんがなった時も安倍さんにもそれを感じんかったけど、うん、でもあれだけなやってくると、今安倍さんと菅さんだったら断然安倍さんの方がなんかやりそうなイメージが、ね、うん、って考えたら、じゃあ次の次期総裁選にまあまあ出馬するとか選とかよるけども、はいはいはい、例えば石破さんとか出てるじゃん、どんなに見える？石破さんもでも結構青、いや青とか、ね、色というよりもどんなに見える、うん、どんなに見えるか。よく言うのは、女性が言うのは気持ち悪いとか言うんや。別に気持ちいいとか気持ち悪いとかで人を見てないんでいいんですけど、なんかでも本当にマスコミからの情報しか私は持ってないわけで、そしたらあの私が一番そのこの人の話面白いなと思う橋本さんが言ってたのは、橋本徹、はい、うん、自分と同じで自分のこの同じ周りの人には嫌われるけど外の人からは好かれればいいみたいな、その石破さんはこう自分のすぐ周りの人たちには嫌われるタイプだみたいな話をして、それはあれの時お前がわこの人すごいなと思ってる橋本徹さんが言ったからって、そのまま入っとるわけだよ。だから橋本さんが私は好きだけあの石破さんがどうのこうのよりももう橋本さんの話になってしまうと、そうそうそう、フィルター通っちゃってるんですよ。いやそうじゃなくてパッと見た感じでいくと、うん、わしが思うには政府専用のジェット機に乗るときに、あっこうタラッパー上がってからみんなにこうやってこう手を振るときの、うん、誰が振っとったらそれっぽいかなと思うと、うん、まあまあわしは広島じゃけえかもしれんけども、岸田さんが、ね、岸田さんこうやって手振っとったらなんか絵になっとるというか、でこう日米首脳会談とかやっても菅さんじゃあ、あれ分かる分かる、バイデンになったきゃよかったけど、うん、あれトランプとだったら、うん、トランプと菅さんじゃあね、おいおいみたいな、あのじいじみたいなね、そう将棋で言うと金銀と歩みたいな
そんな感じ。だからそのなんかやっぱ岸田さんってこうちょっとこう凛としてるし、うん、やっぱこうスマートだしね。うん、だからそういうのでもこうわしらは全然知らんよ、その本当のことは全然知らんけど、なんか見た感じそうに見えるねみたいなのがあるのと一緒で、うんうん、でねこの間テレビであの林先生が出るね、あの日曜日の初耳学かなんかに足立由美さんが出とったんだけど、はい、今足立由美めちゃめちゃ人気があるみたいでね、あの女優として、うん、あの女性からの人気が、うん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 、奇跡の39歳みたいな、あなんか変わらないですよね。いやあの子ほど顔が変わらん子もおらんよの、うん、あの子役の時を今のあの体につけても違和感がないかもしれないぐらい違うよの、うん、そうですね。でその足立由美が出てからもうそれどうでしたかみたいな林先生がいろいろ聞きよったんだけど、はい、うん、まあ一時ね花魁みたいな役してからこうヌードになったりもしたんだけど、まあ、私もあれを見たんだけどもすっごいなんかもうなんかこんな感じで見えたんよね。なんかそれは多分裕次郎さんが親が子供を見るみたいな感覚で見たんじゃないです。言うでもまあ54の39だけどそんなに親子の関係はないけども、わしが見とるのはやっぱあの子役の時を見とるけど、その子供がなんでこんなことしおるんやみたいなのがすごいあったし、で今カメラマンの旦那さんと一緒になって写真集かなんかも日常の足立みたいな、はい、普通にヌードになってるような写真とかも出したりもしとるんだけど、なんでこの子はこんなことするんかなみたいな、なんかこう、はいはい、いつまでも子供じゃないんだみたいな見せたいんかなみたいな、でもそれがすごい痛々しいなーなんて、なんかちょっと頑張りすぎてる感がある、そう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 、ちょっと背伸びしすぎとるなんかみたいなって思ったんだけど、はいはい、その彼女が言ったのがあの拒否反応が出るぐらいのインパクトを与えないと状況は変わっていかんと、うん、っていう、うん、なんかこうみんなで会議をしたらしいよ。それなんでか言ったらずっと子供の時の子役のまんまの足立由美じゃない、もう今から違う足立由美を演じてもいかにはいけんしってなった時に、うん、ちょっとずつこう大人っぽい仕事をこう増やしていくんじゃなくて一発ドーン脱いでしまうみたいな、でそれでなんで足立由美が脱ぐのっていう今のわしの気持ちみたいな人をいっぱい作った方が変われる、はいはいはい、じゃあその戦略は見事成功してますよね。いやいやいや、だってめっちゃ拒否反応起きたってことですもんね。そうそうそう、でも拒否反応のままじゃったんや。でもこれを足立由美が出て今回のこういう話を聞いたけわしは、うんうん、たまたま自分の色のブログを書いとったりしたいんや、うんうんうん、あの色ってすごい大事よって、じゃあ菅さんもそうでしたよって、うん、じゃあ 今度総理になるあの候補者の中で誰がどうに見えますかみたいな、だからやっぱり自分がどういう色で見られてるかっていうことが大事よみたいなことも書いとった時じゃったっけ、すごくその足立由美の話がすごく興味あって、はい、拒否反応が出るぐらいインパクトを持って色替えをしていかんとダメだっていう、うんうん、この根性に脱帽ですみたいな。ああ、じゃあその拒否反応なくなりました？いやいやいや、すごくあのあやっぱりその子役であんなにブレイクしてしまうとずっとつきまとうんだなと、うんうんうん、だから、みんないなくなりますもんね。そう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 、ケーキ屋ケンちゃんなんかおらんくなったの？誰それ？ケーキ屋ケンちゃん知らんのかいの？ケーキ屋ケンちゃんわかんないですけど、カレー屋ケンちゃんは誰だったかな？あれ AV じゃったかな？わかんない。でもあの坂上忍だってそうだけどな、子役からだけどな、まあ、あの方であの途中ちょっとずっとおらんかったやろ、うん、まあ、なんかあのなんとかことみちゃんでしたっけとかもいなくなりましたよね。誰かがわからない、まあ、いっぱい子役さんがおるじゃんか、うんうん、だからやっぱりそれって子役のまんま生ききれんのんだと思うよ。うん、だからやっぱこれガチャンとこういうシフトチェンジをさす、はい、うん、だから例えばお前が青春派で売っとったのがちょっと大人のちょっと熟女っぽいものに変えていかねえけんけって一発脱ぎませんかみたいな話来た時どうする？いや私逆ですけどね、ある程度脱いじゃったから、うん、最初にそれを正常派に戻すのに必死ですね。あのいやいや、なんかあの誤解されるけ、あの脱いどる言うてからあの手ぶらしたぐらいの話。そうそう、そんな変なあれじゃないですよ、うんうん、あの写真集がね、あの最後の一冊があのヤフオクで出とったんだけど、これうちの生徒さんが買ってしまったけ。そう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 、うん、落札したっていう、うん、
まあね、いやでもそうですよね、そこまでのこと。でも女性からのファンが増えたっていう足立由美さんの例を言うと、女性って潔い女性に結構その共感できるんですよね、うんうんうん、そのいつまでたってもお姫様みたいな女性って結構煙たがられて、だからその潔さが、裕次郎さんは拒否反応だったかもしれないですけど、女性は逆にそこが、いやでもじゃあ足立由美のそのヌードの分とか見てから、おーかっこいいって思ったの。いや頑張りすぎちゃってるなっていう、ね、じゃあ一緒だよだけど頑張りすぎてるなから拒否反応がずっとじゃないんですよ。頑張りすぎてるけど、あ頑張ってるな、あ応援しよう。まあ、だからね、だから今回のね、そうやって映画に出て脱ぎましたとかって、で写真して脱ぎました、うん、これね、言わんや、インスタみたいな話なんや、これは、うん、インスタでそういうのを出しました、バン、だからそれが綺麗か綺麗じゃないか、痛いか痛くないか、で見たんだけど、ブログで、なぜこうやって脱いだかみたいなことを全部書かれると、ファンになってしまうじゃん。そうですね、それがないとダメだわ。だからついこの間も撮ったけど、ブログとインスタってね、もうブログ古いんじゃないんかとかみたいな話になったけども、いやそれはインスタで写真出したらええよ、写真出したらそれに拒否反応があるとか、綺麗だなどうなんだなみたいな、それはもう一喜一憂すると思うけど、なぜそこに至ったかというのがちゃんとブログに書かれると、それを読んでからもう一回これを見ると全然違う作品に見えてくるわけ。そうですね、だからブログで思いを伝えなさいみたいなことを言うわけ、うんうんうん、だから今回は林先生の番組に出とったけど、これ情熱大陸でまだマジで足立由美に捉えられたら、うん、もっと増えるね。そうですよね、うん、知らない人がいっぱいいますもんね。だからね、そう考えるとやっぱり芸能人なんていうのはやっぱりこう、うん、色が大事だけ、色チェンジをするって言ったらこれぐらいやらなきゃいけんけど、まあわしらみたいな素人がね、そんな色チェンジをする話はないから、うんうんうん、ただ思うのは、自分の色っていうのをきちっと持たないとダメだなと思うわけ、うん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 、大概の人はね、人によって人に合わせた色を使うんや、もうカメレオンみたいなことになるけ、うん、もうね、このカメレオン色は一番ダメ。うん、こっちでこの色、こっちでこの色、こっちでこの色だよ。あのカメレオンってバレてるやつねそう、自分にはバレてない思ってるけど、ね、うん、そうだからそういうのはダメでね、だから自分のちゃんとした芯を持った色を持ってほしいなって思うんでね、うん、まあだからそう考えると、うん、芦田愛菜ちゃんそろそろ行くかなみたいな。そうですね、マナちゃん今中学生か高校生ぐらいだろ。いやもう大学生ですよ。もう大学生なの、うん、もうそんな年じゃだ、え違いましたっけ。だからなんか受験で一回休んでましたよね、ずっと。あそう、じゃあこっからよ、こっからマナちゃんが、うんうん、またマナちゃんおいらんみたいになったらどうしよう。私はもう足立由美パート2みたいな、うん、だからもしマナちゃんもしやるんだったら、最初に情熱大陸とか出てからとか、わしのおそう、わしの子来てブログ勉強してブログを書いてからおいらんやってくれたらいいと思うんだけどね。そうですね、これマナちゃんに届かんかな、この届くかな、ね、タイトルに芦田マナって入れたら検索で引っかかるかもしれないまあまあそんな感じでやってもらいたいと思います、はい、まあ最後にね、今日のミッション一つお伝えします、うん、じゃあ今日のミッションこれです。はい、ということでまず今日の色の話なんですけど、はい、だから、人のはね、人をパッと見た時に色がどうのこうのって、あの人はこうじゃねああじゃねっていう批判はよくできるけど、うん、逆にお前もされとるけんなっていう話ですよ。そうですね、だったら自分はカメレオンみたいに、この人の時はこの色、この人の時はこの色みたいに色を変えていくんじゃなくて、うん、ちゃんと自分の色を持ちなさい、うん、この色が嫌いだっていう人もおるけども、嫌いだっていう人もおってもいいじゃん、大好きだっていう人もおるから。そうですよね、うん、だからそれをまんべんなく好かれようと思うからカメレオンになっていくんだから、うん、いいですか。だから自分のピシッと一本筋を通した色を作っていただきたいなと思いますので。そうですね、よろしいでしょうか。わかりました。はい、じゃあ今日も関連動画はこちらです。はい、チャンネル登録こちらでお願いいたします。はい、はい、ということで今日は以上です。またね。